皆さんこんにちは。舞台ビオフィオーレの番称運命の司令員ヤン役の田中俊彦です。話をいただいた時にちょっとすごく申し訳ないんですけど、僕はこの作品のことがまだ分かってなくてですね、でもなんか直感的にすごくやりたいなと思ったんです。これはもう本当によく分かんない直感なんですけども、そしてまあ舞台の出演が決まって、いざ、調べたりゲームをやる前にいろいろ調べてマフィアの話だと聞いて、すごくなんかあすごく面白そうだなと思って、そこから、スイッチ版で発売したんで買いました。すぐに買ってプレイをして、今日のビジュアル撮影までに自分のヤンのルートは一応なんか3つ全部撮ってきました。そしてなんかいざプレイしてみたら、本当になんかイタリアのマフィアって僕すごく好きなジャンルなんですよ。ゴッドファーザーとか大好きだったんで、好きなジャンルだなと思ってプレイしてみて、もちろん恋愛要素もすごく素敵だなとか美しいなとか、ヤンはちょっと特殊だなと思ってたんですけども、でもなんかその中でストーリーもしっかりあって、なんかすごく舞台でやるのがすごく楽しみになりました。よし、やるぞっていう気持ちです。まず役作りを取ります。素敵な衣装とヘアメイクを用意してくださったので、しっかり、原作をプレイしてですね、役を自分を役に寄せるつもりで、一生懸命ヤンという役になって、見に来てくださったお客さんが、本当にヤンがそこにいるなとか、めっちゃ面白かったな、楽しかったなと思える内容を作ります。おちゃめな子なのかなと思ったりもするんですけども、ものすごく強いと。ものすごく強くて、なんでこの武器を選んだんだろうっていう武器を使っている人かなと思います。ちょっと YouTube に調べたんですけども、この武器を使う人は多分あんまり世の中にいないですね。その YouTube の解説者が言ってですね、武器の解説者で。でもこの武器を選んだヤンがものすごく愛おしいですね。どれだけこのなんかよくわからない武器を使ってますかっていうね。でもそのぐらいなんかすごく、なんて言ったら、ユニークな人間だと思います。そのユニークな人間。して一緒に進んでいます。最高っすね。なんか動きやすいし、なんか細部にもすごく綺麗に作ってくださってるんで、あとはもうこの舞台上でもう見てもらうのがすごく楽しみです。本番を楽しみにしてください。舞台ピオピオールの暗礁運命の司令日、2019年10月23日よりシアターサンモールにて上演いたしますということですね。もう楽しみにしてくださってる皆さんもたくさんいると思います。その楽しみを3山ぐらい超えたいかな、続々とそれを聞いたりもどうでしたか。ご来場